エヴァさんです。今日はこの GoPro のファイルを読み込みながら書き出す、まあ、ただのコピーならいいんですけども、 GoPro は仕様で、まあ、一定のサイズごとにファイルが分割されます。その分割されたファイルを一つの動画にしようと思った場合に、動画をエンコーディング、一つの動画にするためにエンコーディングしてしまうことがあります。それをしていると、まずファイルの読み込みに時間がかかり、かつそこから動画の結合をするためにものすごく時間がかかるというようなことがあります。ですので、以前一つソフトウェアを書きまして、で別の動画で紹介してるんですけども、コマンドラインですね、黒い画面のところにファインダーから対象のファイルを選んでドラッグ&ドロップして、あと書き出すっていうようなものを作っています。ただ、実はあれ問題がありまして、MacOS の制限で、ドラッグ&ドロップした時の文字の長さですね、その一個一個のファイルの場所を示す文字列が、スペース区切りで入っていくんですけども、この文字の制限っていうものがそんなに長くなくて、ある程度多い、要は分割数の多い動画の場合は使えないというような問題もありました。なのでというのと、動画を選ぶのはめんどくさいっていうのもあって、ファイルの命名規則、ファイル名がどういう風になってるかっていうので自動判別できますので、今回、ソフトウェア、自分で使うようにまずは書いていたんですけども、まあ、そのソフトウェアの場合は、画面上から GoPro のドライブを選択をして、書き出し先のフォルダを選択して、それから書き出したい動画複数個ある場合には、まあ、1個目のサムネイルと、この、どれだけのファイルがあって何ギガバイトですっていうものが表示されるものから、書き出したいものを選んでいくと。で、選んだ後に書き出しということをすれば、まあ、一個の、その、一つ一つの動画として、動画が書き出される。かつ、実は前回作っていたものは、位置情報というものは書き出せてなかったんですけども、今回の、バージョンは、位置情報の書き出しにも対応しているので、動画ファイルからどういう軌跡をたどっていたかっていうのが、まあ、表せるようになっています。ただ、これを使ってもらうためには、Apple のデベロッパー登録というものをして、App Store に置くみたいなことをしないと、動かないんじゃないかなと思っていまして、このソフトウェアをリリースした時に、本当に使いたい人が、ある程度の数いるのかなっていうのを確認したくて、カメラを、回しています。というのは、Apple のデベロッパー登録というのは年間99ドルかかるわけです。今の、レートで言うと、おそらくですね、年間1万5000円ちょいかかってくるわけです。なので、まあ、使いたい人が数人とか、まあ、かなり少ない数だったら、まあ、その費用を毎年払うのも馬鹿らしいので、まあ、自分で使っていようかなと思うんですけども、まあ、使いたい人がもしたくさんいるようでしたら、ちょっと検討したいなと思っています。まだ一部、自分用なので手を抜いている部分が結構あるので、まあ、リリースするとしたらその辺に手を入れて、デベロッパー登録をしてみたいなところをしていく必要があるんですけども、まあ、需要があるのかなと。まあ、この後、どんなものがなのかっていうのを見てもらうんですけど、これはぜひ使いたいっていう人がいたら、まあ、チャンネル登録と、コメントですね。コメントをいただかないと、使いたいかどうかわからないので、まあ、ぜひ使いたいっていうことであれば、ちょっと思いの丈コメントをもらえればなと思うんですけど、まあ、その数少なかったら、見送りということにしたいなと思います。では、ちょっと見てみましょう。はい、まだアイコンがないんですが、ファイルマージ&コピー4 GoPro と、とりあえずそんな名前をつけてます。で、今回は、もうこういった、ウィンドウを持っているアプリケーションなので、まず、GoPro ですね。今 GoPro の SD カードを SD カードリーダーにマウントしてあるんですけど、まあ、どんな接続方法でもいいかなと思います。ただ、ほぼほぼですね、この速度が、このリーダーに、SD カードのリードの速度に、依存して書き出し速度になると思うので、できるだけ早い方法で繋ぐのがいいと思います。で、書き出し先ですね。今回、選べるようになってます。はい。
今回用に特別にちょっとフォルダ用意してあるんですけど、既存のフォルダでも名前かぶんなければ大丈夫かなと思っています。はい、でこれも選びます。そうすると、入力と出力を選べたんで、今度はコピーする動画ですね、動画を選ぶというところで、はい、選んでます。で、まあ、1個のファイルなら大したことはないといえばない。通常ファイルコピーしたらそれで終わりなんで、それでいいんですけど、例えばこの10ギガ超えとかになると、GoPro Hero 9だとファイルが3つになるので、この3つを選ぶのはめんどくさかったとか、あとは結合するときに、時間がすごくかかるみたいなことがあったんで、まあ、不便だったかなと。この辺も3つですね。で、場合によっては6個とかになるんで、まあだいぶ時間かかると、21ギガということです。はい。で、そうですね。まあなんか、この辺のファイル行ってみましょうか。まあ複数個、コマンドを押しながら行けば、複数個選べるんで、いっぺんに行けるんですけど、まあ、時間かかるんで、SD カードリード遅いですよね。マイクロ SD カードだと、多分そんなに速度出るやつもなくて、普通の SD でも300メガなんてだいぶ遅い。今時にしては遅いんで、まあそこを早くなるといいなとは思いつつ、まあちょっと難しいだろうなと。CF エクスプレス入れるにはちょっと本体小さいし、熱持つしみたいなところですよね。はい。で、まあこちら、はい、アウトプットっていうと、本来いくつも選んでる箱に出るんですけど、まあ、今1個だけ、1個といっても3つです。3つなんで、はい、選んで、まあこうポチッと押すと、まあ、実行中と。まあちょっと差別化なんだと思うんですけど、デュアルスロットで CF エクスプレスのタイプ B と、まあJPEG 用とかに、終わりましたね。はい。みたいに喋ってるぐらいで、まあ、終わると。まあ、エンコー、再エンコー、要は、動画を複数個、再度、動画にし直すっていう作業が入らない分、まあ、早いとは思うんですよね。ここは、FFmpeg を使ってます。あと、今回、前は使ってなかったんですけど、FFproof っていう、EXIF を見られるツールも使っているので、かつ、それリンクするとちょっとめんどくさいことになるというか、リンクっていうのは、プログラムにあらかじめ入ってる状態とか、そんな感じにして再配布をすると、いろいろ、ライセンス的な問題が発生するので、それは別で入れてもらった上で、このアプリも、App Store から、ないじゃん、どっかからダウンロードして入れてもらうっていう形式になると思っています。まあ、簡単な使い方は以上ですね。はい。ちなみに、これ複数個選んでいると、こんな感じで出てきて、終わるたびに、チェックが入ったり入んなかったり。はい。まあ、そこもあんまり頑張る気はないんですけど、はい。基本、この終わったやつにチェックが入っているので、はい。どうでしたか？この、アプリがもし入手できるとしたら、使いたいなと。思ってくれた人がいたら、チャンネル登録とコメントをください。はい。高評価ももらえると、他にも、もし使ってみたいなと思っている人に伝わるかもしれないので、高評価もしてもらえるといいんじゃないかなと思います。少ないようでしたら、見送りかなというふうに思っています。はい。ぜひ、コメントをいただけると嬉しいなと。で、今見た時点で、こういう機能があったら嬉しいなっていうのも、実現するかどうかはわからないんですけど、ぜひ書いておいてもらえればなと思います。はい。では、今日の動画はここまで。はい。ではまた次の動画で。